2020年6月27日、今日は鬼滅の一番くじの、発売の日です。前回来たところと同じところにやってきました。で、整理券の札をもらいました。なんと今回2番です。前回と一緒。でも前回とちょっと違います。こっち1人、1番の人。こっちなんと0人。残った分を買い占めてラストワンまで行くってことが可能になりましたどうなんでしょう。ラストワンはちょっと欲しいんです。ここは個数制限ないっていうことなんでラストワンまで行っていいってこと。ただまだオープンまで時間あるんで、まだそのガーッと来るかもしれない。あ、そうか。8時51分、あと9分で人来るかな。いやでも炭治郎と義勇さんが一個一個当たればいいかなっていうところもあんねんけどただあれですよ、個数制限ないんで、1番目の方が全部買われたら終わりですけどね。そうやねんな。でも何個買いますとか言うのもくじはらじゃないくじはらになれへんかな。もうここでこう喋ってる時点でくじはらですけど聞こえてる79個買いますって言われたらどうする？やめてくださいって言う勇気俺ないけどいや70買う人だったら全買いすると思いますそうかそうかお兄さんちょっとお話いいですか？はい、何個ぐらい買う予定ですか？30ぐらい。ぐらいなるほどなるほど、わかりました。30ぐらいか。どうする？50個買えるぞ買い占めようとしてるんですそうやねんな。くじ引き感やっぱ欲しいもんな。くじ引き感は欲しいねんな。はい、ありがとうございます。じゃあいってらっしゃい何個買う何個買うね買ってきました。全部で20枚です。前の人が30買ってて、で僕が20買って、でその後女性が10買ってたんですよ。残り20あるはずなんですよね。だからこれを早めに開けて、もし A 賞と B 賞、義勇さんと炭治郎が出なかったらもう一回行くっていう手もあるんですずるいけどね。でももう来てるんじゃないですか多分。また入ってきたか。今回違いますね、くじのあれがちょっと違う。この柄が17種類あったんですよ。ああ、この入院してる時だ。で禰豆子と義勇さんを2個ずつにちょっと多めにしてみたんですよ。1番目の人がくじ選んでたから、そんな選ぶって思ったら柄が違うんですね。じゃあ開けますよ。これ誰から開けるか重要ですよ嘘。でも胡蝶さんぐらいからなんか勢いつけたい感じあるけど。善逸、いやー、お兄ちゃんもある。これも欲しい人おんのかな。いるでしょうね。よいこくじのトートバッグの中にハズレ1個ずつ入れといてあげようかハズレやけど。じゃあ運命の、はい、1個目胡蝶さんからいきますよ。こうやって開けるのかな。あ、G。あ、こっちにつくのか。あー、G か。G か、しょうがないね。G。トラップ、あ、ここでも開かんのか。ラバーストラップってことだ。はい。お邪魔なんやねん次この人何だ。両名さん、もうデロンっていきますよ。はい、H か。やばい、ちょっと早めに行った方がいいねんな。入院中の炭治郎きますよ。うわー、嘘。嘘嘘。次誰ですか？誰ですか？いやいやいや、伊之助です。いきますよ。チン。嘘。愛ばっかり来る。愛。この人、霞柱だっけ？時任さん。いきます。でも、D、惜しい。惜しいね。あ、でもまあまあ D 出たから。チョコの子、ああブリスターバッグに入ったやつだ。それ誰ですかこれ？誰か気にすんな、全逸。全逸、誰がどうのってあんのかな。ドン、愛。愛が多いな。品津川のお兄ちゃん。どうだ。H。サビトドン。かなおさん、あ、この間取りに行ったやつか、クレーンゲームで行った人、かなおちゃんだ。 H。 かなおちゃんダメだった。今何枚引きました？1234567、あ、10、今で10終わりました。 ABC が出てないです。 ABC が出てない。あ、勝った。あ、持ってる。嘘でしょ。当たりました。何が当たったんですか？A と B10 枚で A と B と D。 嘘。あ、おめでとうございます。10枚で当たった。ありがとうございます。愛3つと A 賞解雇しないですか？嫌ですよね。厳しいね。分かった。ありがとう。嘘やろ。10枚で当たんのか。こっち10枚で当たれへんかったよ。10枚で AB ゲットされてますよ、ありがとうございます。嘘やろ。なんやろな、日頃の行いかな、なんだろう。マコモだ。マコモちゃん、いきますよ、マコモちゃん、来い。どうも。愛ばっかり引いてる。品津川。弟。ゲンや。いきますよ。どうも。うそ。煉獄さん。うわー、怖いなー、これは怖いやー。ドン。 H。 うそ、やばいなー、これまたフランスの決めの店長に「あいあい」って言われるやつや。引いてたなお前、愛ばっか出してたなって言われる。イグロさん。怖いなー。ドン。G。 G は今まである。 ABCDEFEF もない。 GHI3 つですね。 ABC と DEF5 種類、まだ5種類出てないですよ。ちょっとなんか嫌な感じは流れてるよね。今なんか運ないなって感じはすげえあんねんな。持ってかれてますからね。持ってかれてんの見てるから、もう無理かもしんないって気持ちには今なってんのよ。なんなら本音を言うと一回中入って何箱残ってるかみたい感じ。あと6枚です。いやー、感じろなくなった。バランスよく引いてない。いやー、この子なんか持ってそうな気がする。かんの字、みつりちゃんなんか持ってそうな気がすんねんな。義勇さんから行ってみようかな。これもなんか当たってそうな気がする。これとこれが当たってそうな気がする。じゃあ行きましょう。こっち、禰豆子。これで禰豆子ちゃんと会ったよ、紀藤さんと。FOD の番組でいきますよ。まあ G 禰豆子ちゃんは当たってる気がせえへんって言ってたから、もう一個禰豆子ちゃん消化しますよ。当たってる気がせえへんのにめくらなあかん。ドン、ほら当たった。当たってる気がせえへんが当たったよ。参ったなあ。と4個ないのは ABC と DEF の5個なんですよ。5個ないのに残りは4なんですよ。考えもんですよねこれ。当たってるかもしれんっていうこっち。看護師さんからいこうかな。これなんかでかいのが当たってそうな気がするんですよ。よし、いきますよ。いきますよ。ドン！ 1！ 外れた！外れた！これ外れた！もうダメかもしんない。これが当たってるやつ。もう残り5やのに。これは怖いなあ。きますよ。ドン。はい。嘘やろ。こんなに運ないか。あと2つしかない。ラストワン買いに行こうかな1回。こっちは当たってない気がする。これは絶対当たってる気がする。絶対先行こうか。いやいや、最後にした方がいい。いきますよ。ドン。ちょっと揺れたね画面。おおって。来た義勇さん。うわー、じゃあこれ B。これ B ですよ。いきますよ。さっといきますよ。B。G。G か。G か。参った。G か。A、B、A 当たった。B、C、D、E、F。4種類当てられてない。炭治郎が欲しかったな。でもラストワンさっき残ってたけどまだいけるかな。できましたよ。相性が9個、H 賞がここ。あ、こんにちは。お借りします。で、D 賞が1つ。で、G 賞がこれ選べました。この4枚にしました。もう炭治郎なかった。ああ、こっちの F 賞か。 F 賞が炭治郎でした。で A 賞義勇さん。いいねいいね。開けたいな。やりましたね。やったね。 A 当たったね。A 当たった。よかった。開けようかな。すぐ開けよう。待てない大人です。先開けですか。先こっち開けんじゃないですか。そっちはもう後でいいや。出来が見たいさ。これなんか上についてるのかみたい。なんだ。ああ、足場か。わらじのこっちの左足用の台座や。あ、刀は手持ちや、抜くんや。なるほどね。いいね、いい出来だね。いいね。ここはセロテープが結構頑丈やな。あ、もう一個や。ほら、頑丈やねんこういうの。ありがたいことに頑丈なんですよ。おお、いい。うわー、これはいいね。これはいいね。違和感がすごいね。出来がいいね。ああ、ここまでちゃんとついてある。いいね。シワ感がいいね。ちゃんとこの足ひねってる感じがこのシワで出てる。いいね。義勇さん思ったより太もも太いな。いやー、最後あれ行きましたね。最後残りで最後行ったね。ちょっとレジにこれ取りに行ったらね、なんか箱残ってたんですよ、まだ。あ、買えるか、ラストワンもあるわって思ったらね、いやもう完売してるんですって。え、あるけど、1番目の方が追加で10枚買われました。あいつ買ってやがったぜ。刀大丈夫ですか？落としてないですか？刀ない刀がない刀持ってないなんてそこけな。刀がない。ここか、この中か。あった。危ない危ねえ。ちゃんと書いてありますよ。あ、ほんまや、すげえ。刀ないじゃないって家ですげえ怒られるとこやったこんなことで離婚したくないでありえますからね、これ。お宅の中ではありえるんですよ、そういう離婚。あった。いいね。で、まずこれが D ありえないけど上の方からいきますよ。 D 賞、これはまあ開けんでもいいかな、うん、チョコノッコっていうシリーズがあるの。多分わかんないですけど、ちっちゃい二頭身のやつ、うん、まあ一番くじのやつなのかもしれない。 SD 系では SD とは言えへん。こんなんある。あ、下敷きじゃないのか、ポスターや。なんや、下敷きやと思ってた。あ、この台座か。貼れるもんでもないのか。義勇さん、うん、と無一郎と行名煉獄さん。煉獄さん一回開けてみよう。柱の方のやつってことですよね、選んだの。今度は台座付き、これか。鬼滅の刃って大将っぽいカタカナで書いてるってこと。そこのり気をつけてください。ベリって言って怒られますよ。ベリって。48歳、怒られたくない娘とかに、妻と娘に鬼滅の剣で怒られたくないんです。手に入れちゃう。もう雑だけどいい。中身が無事ならいい。これを、これが4枚、うん、G 賞が4枚で HI ラバーストラップ。これはもう何入ってるか、下こっちのポスターはね選べたんですけどね、こっちはもう箱やから何入ってるかが分かんない。5種類と、こっちがまたあれありますよ、シークレット。123456789。あ、ほんまや、こっち走らない。24689、ちょうど9。うまくいったらうまくいくね。うまくいったらうまくいくよ。柱全員集合いくね。はい、こちら。煉獄さん、こっからですよ。こっからどんだけダブらないかの勝負ですよね綺麗に開ける方法ないのかな。開けるの下手くそですねないねんもん、ここの開け口みたいなやつが。あ、なんか入ってる。なんでもないのか。はい、胡蝶さん、いい感じですね。今んとこいいね。いや、開け口あるじゃないですかどこ開け口ないよ、うん、ほら爪割れそうやもんこれ全然開け口ないこの交差もいらん。早い、煉獄さん出てくんの。天国さん来んの早かった。はいドン。おおああかすみさん時と無一郎さんこっちからうんこっちでもないなこっちやな。はい反対はい反対ですよ。どうだろう女の人っぽいけどどうだろう。あ見ないですね。見ないですよ。もう見ずに行きますよ。あちょっとシルエット違ういいよシルエット違うよ。でも今のところ煉獄さんが出ちゃったから8種類多くて8種類。あ、違う。シルエット違う。さっきの一人目の人がもう一回来たらちょっと煉獄さん解雇してくれへんって言うてみようかな。うわ、でっかい。違う。これ一個残しとこう。いきますよ。ドン。嘘やろ。嘘やろ。違うって言ってたのに。一緒か。僕と女の人やと思ったけどこれ髪の毛やと思ったけどここや髪の毛か。まいった。こっちうずいさん女の妻が3人おる人彼女いいくぞ。最後あいいんじゃないドン。あ、しのぶさん来た。うわ、惜しいですね。惜しい。あれ？しのぶさん2枚。あれ？しのぶさん2枚。あれ？三ダブリだ。三ダブリだ。義勇さん出なかった。誰？義勇さんと？義勇さんとこの品津川。品津川。交代。あ、これ。両名。行名品津川のお兄ちゃん義勇さん。我が家は義勇さんが欲しい人らなんですよ。これ怒られますかね。これ怒られるね。これ参った、ね。何しに行ったのって。早起きして何しに行ったのって言われちゃう。でもまあ2個あったらあったでこの取り合いしなくなっていいのかな。さあ最後シークレットが出るかの遊びですよ。シークレットが1個入ってる。123456789ですが持ってんのは5個。シークレットなんですかね。後藤家さんかな。後藤家さんじゃなかったっけサッカー。サッカー顔出ししてないですか、ね、顔出ししての実写でさここに来て出すんだって。反対でいきますよ。どうだろうか。ドン。おお、ちょっと。全部裏向けていくと思うじゃないですか。でしょ。そうですよ。じゃあ全部裏向けていこうか。一個見たかって、出来が見たかって。原野。でもやっぱラバーだ。でもやっぱ出来いいですよね。出来いい。オタクだよね。この出来いいなっていうやつ。ああ、ちょっと襟足が違う。こっちじゃなくて、こっちに来るはずやから。違うよ。今度からカッター持ってくる。次回の一番くじはカッター持ってこよう。ああ、なんかでっかい。でっかいよ。蚊が多いここ。ああ、違う。ちょっと違う。これちょっと頭でっかい。入院中のやつかな。これがダブれへんかったらよしとしようかな。シークレット出ずとも。あ、シークレット待ちか。ああ、これちょっと似てる。この人と似てる。いや、そっくりです。似てる。似てるけどちょっと違うな。あ、でもボディが一緒か。いきますよ。ドン。あ、サビト。あ、いい。禰豆子。伊之助。来た。お、違う。炭治郎。違った。シークレットない。炭治郎。禰豆子、伊之助、炭治郎ない。シークレットがなかった。シークレット。シークレットなかったな。なんやろう。一巡目の子を待つかな。シークレット見してって言うかな。ちょっと一瞬話したら、よいこチャンネル見てますって言われました。嘘。鬼だ。出るもん全部出たし、このまあ義勇さん来たからよしかな。でも炭治郎欲しかったなーっていう、欲を言えば炭治郎欲しかった感じかな。 AB 全賞当てたかった感じかな。 C も当たれへんかったし、でもまあ20個でここまでいったらいいのか。あれ、しょってたんですね。しょってるよ。ちゃんと来てるよ。禰豆子もちょっといます。で、来てます。これ。はい、入れます。入れないです。入るよ。入れないですって。入る入る。ちょっと縮まってくれるから、禰豆子と一緒に。いいからね。はい、入んないです。あ、入った。入ったじゃん。箱捨てていこうかな。ほら入ったじゃん。ポスターとか折れちゃうんじゃない？大丈夫です。ポスター大丈夫。お、すげえ。さすが炭治郎バッグ。よし。じゃあお疲れした。あの女の子 A と B 当てててんな。10枚で。